さて探索にでも行くかな。あそこにいるのはシリカか。おい、シリカ。あ、キリトさん、こんにちは。やあ、シリカ。それにピナも。これからフィールドに出かけるのか。はい、ピナのおやつを探しに行くんです。ピナのおやつ。森に出現するとあるモンスターがテイムモンスターの食べる甘い木の実を落とすらしいんです。へー、それは楽しみだな、ピナ。もしよかったら俺もそのおやつ探しに同行していいかな。それはとっても心強いです。百人力です。大げさだって。そんなことありませんよ。実はその目的のモンスターが結構強いみたいで、ピナのブレス攻撃とヒール能力があるとはいえ、私一人じゃ倒せるか正直不安だったんです。そっか、俺で役に立てるなら喜んで手伝わせてもらうよ。ありがとうございます。やったね、ピナ。なんて言ってるんだ。この恩は忘れないよって言ってます。相変わらずシリカとピナは通じ合っているんだな。長い付き合いですし、それにとっても大切な友達なので。だよな、二人がオリジンでも一緒にいられて本当に良かった。はい、セブンちゃんのおかげです。これからもよろしくね、ピナ。それじゃ早速ピナのおやつを探しに行こうか。そうですね、出発しましょう。場所はこの辺りのはずです。わかった、注意しながら進もうか。はい、ピナもよろしくね。ピナの索敵能力はこういう場面で頼もしいな。もうピナったら、あんまり調子に乗っちゃダメだよ。本当に仲良しだな。ありがとうございます。どうした？ピナが何か見つけたみたいです。おそらくモンスターだと思います。了解、シリカ、戦闘の準備だ。はい。来たぞ。植物系のモンスター、多分あれが目的のモンスターです。よし、それじゃあ準備はいいか。シリカ、ドロップアイテムはどうだった？はい、無事に手に入りました。甘い木の実です。よかった、早速ピナにあげてみたらどうだ。そうします、ピナも待ち望んでいたと思いますし。ほら、おやつだよ、ピナ。どう？おいしい？よかった、気に入ってもらえたようです。たくさん与えると少しですがピナのステータスも上がるんですよ。強敵を倒した甲斐があるな。はい、ピナの嬉しそうな姿が見られて私も嬉しいです。ピナの幸せがシリカの幸せでもあるんだな。そっか、それだけ強い絆があればさっきのモンスターにも二人で勝てそうだな。そんなことありませんよ。私たちだけじゃ多分無理でした。一緒に手伝ってくれたから勝てたんです、キリトさん。そっ
そうかな。力になれてよかったよ。はい、改めてお礼を言わせてください。ありがとうございます。そんな、いいって。でも、SAO で初めて出会った時や、ピナの蘇生を手伝ってもらった時、その後もずっと助けてもらってばっかりだったのに。そんなに気にする必要ないって。頼られることはむしろ嬉しいことだしさ。この先オリジンでまた何度も頼ってしまってもですか？別にいいんじゃないかな。そうでしょうか。だってシリカはピナと一緒にいるとき迷惑をかけているなんて思ってないだろ？ええ、お互いにそんな意識はないと思います。それと同じさ、シリカにとってのピナみたいに俺にとってのシリカとピナも大切な友達なんだ。だからこれからも気にせず頼ってほしい。はい、わかりました。これからもたくさん頼らせてもらいます。お、任せてくれ。でもキリトさん、身勝手かもしれませんけど、たまには私とピナのことも頼ってくださいね。ああ、もちろん。頑張ろうね、ピナ。それじゃ、町へ戻ろうか。はい。キリト、クライン、もう仕事は終わったのか？おう、早めに片付けてきたぜ。なんたって今日は期間限定クエストの最終日だからな。期間限定？どんなクエストだ？なんだ、お前さんが知らねえなんて珍しいな。討伐クエストで報酬が豪華なやつなんだよ。新しい武器とか強化のためにも稼ぎてえしな。このチャンスを逃すわけにはいかねえってもんよ。へえ。なんなら一緒にどうだ。討伐相手も結構強いみてえだし、ソロより二人の方が効率いいだろう。そういうことなら行こうかな。よし、決まりだな。じゃあ俺様についてきな。お、よろしく頼むぜ。どうしたんだよ、そんなにため息ついて。夜、おい、失礼なこと言ってんじゃねえぞ。まだまだ若いっての。今日は仕事がハードでよ、くたびれちまったんだ。たく忙しすぎんだよ。でもあの SAO 事件が終わってすぐ復帰できる環境が整えられてたし、いい会社だよな。そりゃそうだな。仕事は楽じゃねえけど、その辺を配慮してくれたのは助かったぜ。しかしよ、デスゲームの中に閉じ込められてた頃を考えりゃありがてえ話だよな。こうしてリアルで生活しながらゲームを楽しめるなんてよ。
確かにそうだな。そんでそれができるのはよ、お前が SAO をクリアしてくれたおかげだからな。別に俺一人の力じゃないよ。クラインだって攻略組として一緒に戦ったじゃないか。そうだけどよ、お前はその中でも一人抜けてたし、最終的にカヤバと戦って勝ったじゃねえか。それだってやっぱりみんなの力があったから勝つことができたんだ。くぅ、お前はまたかっこいいこと言いやがって。だから周りにあんなにたくさん女の子がいるのかよ。なんでそうなるんだ。それよりあの森じゃないか、討伐するモンスターがいる場所って。おう、あれだあれだ、喋ってたらあっという間に着いちまったな。よし、それじゃあ行くとしようぜ。あよ。あれ、モンスターの体力かなり減らせたな。あと少しだ。キリト、俺がタゲ取るから背後に回り込んでくれ。わかった。ほら、こっち向け。よし、今だ。これで終わらせる。よっしゃ、討伐成功。やったな、クライン。やっぱこれは二人でやって正解だったぜ。手ごわかったしな。だな、いろいろフォローしてくれて助かったよ。そりゃお互い様だろう。じゃ、依頼してきたクエスト NPC に報告しに行くか。オッケー、そうしよう。報酬は受け取ったし、あとは分配だな。ウィンドウ出してくれ。了解。これは俺かな。それじゃあこれは俺がもらうぜ。あ、この装備アイテムもらっていいか。おお、いいぜ。俺はこっちにするからよ。それじゃあ最後だな。なんだろうこのアイテム。香水に使う皮脂製の香料か。珍しいな。香水に使う香料？それならお前さんにやるよ。あ、いや、完全にファッション用のアイテムだし、俺には使い道がないぞ。バーカ、アスナさんに渡すんだよ。あ、なるほど、そういうことか。でもいいのか？珍しい素材みたいだし、売ればいい額になると思うけど。いいからもらっとけって。俺はこっちのアイテムをもらうからよ。わかった、サンキューな。よし、これで分配は終了だな。しかし、ここにいないアスナのことまで考えてアイテムを分配するとはな。風林火山でリーダーをやってるからよ、アイテム分配には慣れてるんだ。そういうことか。確かにギルドのリーダーとなると機会は多そうだな。だから分配するときにメンバーのことだけじゃなくて、交友関係まで含めて考える癖が身に染みついちまっててよ。ほう、なんからしくないぞクライン。おい、それどういう意味だよ。もちろんすごいなって意味だよ。わかりゃいいのよ。分配なんて自分が欲しいものを我慢して一番必要なやつにちゃんと回すことができりゃいい。男らしいなクライン。なんならもっと褒めてもいいんだぜ。ああ、のぶし面じゃなければ今頃女の子にモテモテってぐらいかっこいいぞ。ちょっと待て、けなしてんじゃねえか。冗談だって。けどかっこいいと思ったのは本当だぜ。ま、俺様ほどの男はそうそういねえぞ。ああ、今回のゲームでも頼りにしてるよ。おう、こっちこそお前を頼りまくるから今のうちに覚悟しとけよ。それじゃあクラインの期待に添えるように
俺も頑張って鍛えておかないとな。おう、よろしく頼むぜ、キリト。
一緒に行くよ。行くぞ。ここよ、ここよ。スイッチ、スイッチ、今よ。Yeah!
しゃい。いらっしゃい。またね。いらっしゃい。これで決める。
どうかした？回復するんだ！よっ！